結果見て理想通りやったら嬉しいし、うん、で違うかったら楽しいんですよね。このトランスレーショナルリサーチっていうのがそのまあ共同研究、うん、連携した、はいはい、研究ってことなんですよね。なんか承認されてない方法で投与してもらうみたいなことなんですか、なんか治験みたいなことなんですか。あ、いやいや、これはですね、現場で何ですかね、問題となっているものに対して、まあ、普通やったら普通の研究ってこ うちらがやって、でそれをこう臨床現場にもっていうこっちの方向性やけど、これの場合は逆で、薬局とか病院で問題となっていることを抽出してもらって、それに対して研究、まあ、エビデンスを取るっていう感じですね。そこはじゃあ例えば動物実験をしたりとかっていう、あ、そうですね、はい、あ、そういうことなんですね、はい。鼻腔内投与するときってその注射するんですか、じゃなくってもうフンフンっていう感じですよね、はい、なんかその花粉症と同じようなってことですよね。それで全身に行くっていうのは、はい、そのここの図で行くとこっから直接じゃなくってこう胃に入ったりしてってことなんですか。あ、いや、この全身循環の方はここがビクって結構毛細血管が、あ、すぐ鼻血出たりするじゃないですか、はいはいはい、毛細血管が発達してるんでそこから吸収される分と、まあ、まあ消化管の方に流れていって、でも大体この全身循環を狙っていくのってその肝初回通過効果って言って、最初にこう薬って飲み込むと肝代謝されるんですね。肝代謝って何？肝臓で代謝されるんですね、はい、でそこで代謝されて結局吸収がちょびっとしかできないっていう薬を鼻から持っていくと、最初のその代謝、肝初回通過効果っていうんですけど、それがないんですね。その影響を受けないんです。だからより吸収される。それってでもそのまあ今研究の中身になるんでしょうけど、その本当は鼻腔内の方がいいのにっていうものがいっぱいあるわけですよね。そうですね。ただこう鼻から脳に関してはこう最近結構熱くなってきたんですけど、やっぱりこう主査が大きいんですよね。主査って何ですか。こうマウスラットで猿がいて人、その種類の 種の差っていうんですか、ね、あ、主査、あ、なるほど、が大きくって、はい、なかなか難しいところがある。じゃあ動物実験ではうまく作用しても、はい、それを例えば人間にこう使えるかっていうとまたちょっと違ったりする。例えばこう脳に対するこのこう一番最初に嗅神経経路やったら、こう嗅球に一番最初に到達するんですね、この何ですかね、こう脳の先端部分、ラットで、ラットとかマウスでいうと、そのまず割合がもうラットマウスと人じゃ全然違うんですよ。いわゆる透過率みたいなものが変わってくるってことですか。透過率というか何ですかね、こうそっから広がっていくはずなのに、こう人やとやっぱ割合がちっちゃいんで、あ、なるほど、人の方がちっちゃいんですね。あ、そうです、うーん、あ、救急の大きさがちっちゃい。それもちろん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 脳の大きさは絶対そうだと思ってるんですけど、そう、あ、救急が、いや、に人間の方が大きいのかなと思ったんですよ、相対的というか。いや、もう後ろがボーンってなってて、人の場合は、うんうん、あ、なるほど、うにょって出てる。あ、先生、このあれですか、こういう研究はもう院生の頃から、学部生とかの頃からしてらっしゃる。あ、院生の時からですね。学部生の時とかはどちらかというとこの全身循環の方の製剤設計みたいな。でもずっとその学部の卒業研究みたいなところから製剤系の研究室に所属ずっとしてらっしゃる。あ、そうですね、 DBS の、はい、研究室にいました。もう教員になられようと思ったきっかけって何かあるんですか。教員に難しいですね。でも研究がやっぱり好きだっていうことはやっぱあるんですよね。そうですね、研究自体はもう、うん、なんやろ、こう薬学部入る理由です。あ、お薬の研究がしたかったんで高校生の頃から。あ、入りました。じゃあもう初めからその薬剤師に就職してなるってことはあんまり考えなくて。あ、そうですね、薬剤師をしてる自分っていうのはちょっと想像がつかなくって、で、まあ、どちらかというとこう治験とかに興味があった。
ったんで、うん、薬を、まあ、作る側に興味がありました、うん、でもその時からもう DDS したいなって、受験の時からです。いやその時は DDS っていう言葉自体は全然知らなくって、はい、でもうちの母親がこう、まあ、肝炎で、でインターフェロンで治療してて、でもそれじゃちょっと治らなくて、こう次出てきたペグインターフェロンっていうのがあって、それはインターフェロンにペグをつけることによって個体内のこう対流性を良くしてるんですね。それでこう治ったっていうのがあって、ああなるほど、もうその頃からそういう、はあ、いやなんかすごいなと思って、こう既存の薬があって、薬は別に一緒なんですよ、元は一緒やけど、そうしてあげることによってこう感知するっていうのを結構こう目の当たりにしてきて、こういう研究室に入りたいなって思ってました。すごいかっこいい。めっちゃ真面目に聞こえたか。いやー、すごく真面目な。これもいいところ、いいところ使っていく。すごいですね、だからそういう経験から、それをまあ確かにまあ面白いですよね、不思議というか興味深い、なんか面白いと思いました。いやなんか研究してると何ですかね、好奇心が抑えられへん、これどうなんやろうって思ったらもう したくて、まあ、今は体力的に無理ですけど、もう陰性の時とかはもうオールデーしたりとか、研究実験を、そうですね、もうなんか次の日にはもうデータが見たいみたいな、頭おかしくなっちゃった。いやでもあれですよね、自分のこうイメージではもう絶対うまくいく、結果がもうすぐ見たいっていう、そんで、まあ、今もなんですけど結果見て理想通りやったら嬉しいし、うん、もちろんで違うかったら楽しいんですよ、ね、まあ、何やろ分からへんけど、表現がちょっと難しくて、じゃあどうしたら私が思った通りに次はどのそのファクターを変えようかみたいなことに、だから思った通りに別にもう全然ならなくてもいい、それからも楽しい、なんかこう なんですかね、そういう自然の原理に、自然の原理というか、うん、私の知らん何かが起こってやられるのが楽しい。なるほど、わかりました。なるほど、追い求めて追い求めてみたいな、いやいや、そんな熱い人間ちゃう。いやいや、でもすごいそんな感じでしたよ、今。追い求めて追い求めて、いやいや、もうそんな熱い人間じゃないですけど。じゃあ、いろいろね、はいはい、お話いただいてありがとうございます。ありがとうございます。先生、中長期的な目標みたいな、ありますでしょうか。中長期的な目標、まあ、こういうことを、今言ったようなことを、まあ、こう、コツコツと明らかにしていって、で、研究って、こう、何ですかね、過去の研究者の方々がいて、で、今の研究者の方がいて、で、未来、研究者の方々がいてっていう風に、研究ってそうつながっていってると思うんで、その自分の研究がこう未来の研究者のなんか一端になったら一端になりたいなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。確かに言われてみればそうですよね、先人たちの受け継いでというか、そうですね、うちはもうめちゃめちゃその過去の論文を読んで参考にもさせてもらいますし、その土台の上でやっぱ今の研究があるんで、そういう土台のなんか一部に未来の人がやった時になったらまあハッピーかなと。今日ね、本当たくさんお話いただきまして、先生の楽しい感じも伝わってきたので、はいはい、まあ、これからね、まあ、卒業研究ね、先生の研究室に行けばハッピーな3年4、5、6年生が送れるんじゃないかなと思いますけども、はい、よし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 もしよかったらね、はい、はい、世田谷研究室の方に遊びに行っていただければと思います。はい、ぜひいつでもお越しください。ありがとうございます。そしたら今日はお話いただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。